レスリング柴田参上。やらかした YouTuber を真っ先に全力で叩け。昨日の友は今日のネタ、気づけば友はいないけど、はいどうも、翔太です。まあ、今日はちょっと狭い話題で、まあ、それぞれの YouTuber のことを興味なければ、まあ、どうでもいい話なんだけど、まあ、ここ数日ね、まあ、ヒカルっていう YouTuber とあとマホトっていう YouTuber の二人が、まあ、ちょっと喧嘩しててね。で、まあ、それぞれの動画とか、生放送とかで結構言い合いをしてて、で今日なんかそれが結局なんかコラボ動画みたいのをお互いのチャンネルから出してなんか仲直りしたみたいなオチを見せたのね。で、まあちょっとそれについて思うことなんだけど、あのね、しょうもない、マジで一番しょうもない、オチになったっていう感想、マジでしょうもなっていうね。まあ踊らされたそれぞれのファン、女ファンは、まあ、なんか、まあ、ヒカルについてたさ、ファンはさ、マホトのこと許せないみたいな、こう、で、こう怒っててさ、で、マホトの方もさ、マホトのファンの方も、何ヒカルなんか許せないわみたいな感じになってた、お互いがこう、拳を振り上げた状態なのに、こうなんか、二人が結局仲良しで、仲直りしようぜみたいな感じになって、この振り上げられた拳は、まあでも、ヒカルくんが望むならしょうがないか、みたいな感じになってるし、逆は逆でね。で、男の視聴者はよ、喧嘩が見たかったよね。喧嘩が見たかったのに、結局、その、喧嘩が見たかった視聴者からしたら、慣れ合いっていうね、一番しょうもない感じで終わって、誰も得してねえなっていう。まあ視聴者はどっちも得してねえなっていう。感じかな。まあほんとそれぞれの女ファンもな、本当に踊らされたよなと思うよけどね。それこそ、まあちょっと話変わるけど、俺がさ、普段ね、マルハンの悪口めっちゃ言ってさ、でさ、今度マルハンに来店しますって言ったらさ、いやみんな、え?みたいな感じになるじゃん。それと同じで、なんかこう、それってどうなるっていうのはあるけどね。うん。踊らされてるファン、というか、右往左往してるファンの気持ちをあんま考えてないのかなっていう。だったら最初からディスるなよっていう。っていう感じで。なんかマホトに関してもな、はっきり言って俺マホトの動画見てないんだよね。全くつまんないじゃん。ね。マホトが俺のことをさ、人のチンカスを食べてるような配信者みたいな言葉を使ってて。で、これ俺前も言ったことあると思うんだけど、マホトはさ、マンカスを食べて生きてる YouTuber だ。思うだよね。まあ、本当に、頭が悪い女ファンを、喜ばせる動画でさ、あれ、じゃあ男が見たらマホトの動画面白いかって言ったら全く面白くないわけじゃん。ね。男でマホトがかっこいいとか、マホトの動画面白いとか言ってると俺、今日見たことないから、なんかその、基本まあ女向けにやってんなっていう感じで、まあ、つまんねえなとは思ってんだけど、まあまあマホトはマホトでつまんなくて。で、ヒカルはヒカルでさ、最近なんか、金をかけた派手な企画やんないじゃんよ。なんかしょうもない、慣れ合いの、ね、おっさんたちとお話しするだけの動画でさ、全然、見てないわけだ、俺も。そこら辺に関しては。金使ったね、宝くじ1000万か、みたいな企画は面白いけど、でもおっさんが慣れ合ってもしょうがないわけじゃんよ。ああ、ヒカルも最近つまんねえな、と思ってて。そこに来て、ヒカルと、魔法と両方つまんなくなった配信者、両方つまんない配信者が喧嘩するってなって、ようやく、面白くなるかな?面白くなるかな?と思ったらよ。
思ったらこのオチっていうね、しょうもなっていう、僕の感想ですね。まあでも女ファン、まあヒカルファンとマホトファンの両方のね頭が悪いあのマンカスリスナーはさ、まあいいのかなね、キャーみたいな、好きなヒカル君と好きなマホトが結局仲良しになった、どうしようどうしようみたいな感じで、まあバカな女はねこれでこういう結末でいいのかもしんないけどね。まあただね、まあ一つ、まあ最後にちょっとまとめるようだけども、一つ言っとくとね、おいヒカル、マホト、お前ら言っとくぞ、 YouTube 界最強のカップリングは俺柴田とシャムさん、シバシャムだからな、それは間違いない、 YouTube 最強のカップリングはシバシャムだから、はい、そんな感じで、僕はねあのヒカルとマホトのあのしょうもない動画に見てね思うことをお話をした。お疲れ様。